でもフォロスターズで一番の化け物は、うんうん、まあ、やっぱりアルランティスだと思うわ。ああ、それどういう観点で？やっぱなんか日に日に感情が多分欠如していってるから最近。はい。そのうち殴ると思う人を。やばすぎ。フォロスターズモンスターしかいない。先日、うんうん、フォロスターズ9人のメンバーに対して、はい、お互いの印象を調査するというアンケートがね、はい、内部アンケートが行われたんですよ。はいはいはい。まあ普通にラフな感じで、うんうん、最初の第一印象と今の印象なんかありますかみたいな。うん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 。僕、岸戸天満のところに書いたやつがさ、はい、元気な、明るい、はい、まあなんか、優しい、まあ爽やかなお兄ちゃんみたいなね。うんうんうん、一番最初の印象が。はい、今、サイコパスって書いてたもん。変わってしまいますね、印象が。僕が同期として、うんうん、ちょっと、他の、一期生三期生よりあったかい目で見てもやっぱり岸戸天満はサイコパスだなって思う。あったかい目で見てなおその印象になってしまうんですね。もうそうだね。岸戸天満はやっぱり不動のねサイコパスだ、ね、でも結構みんなね、はい、やっぱ最初の印象と今の印象違うと思うわ。うん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 。唯一変わんなかったのが、はい、アルさんかな。へえ。第一印象おじさんって書いて今の印象おじさんって書いて印象薄この数年間の印象薄びっくりしたいわ逆になんか天馬さん以外でめっちゃ印象変わったみたいな方はいらっしゃいますか？うん、はないかも。じゃああんまりみんな変わらないみたいな。天馬がちょっと化け物だったってことに気づいて、はい、あとはみんなもう化け物が見え隠れしてたからその最初から。あーなるほどじゃあテンマさんが隠すのが上手かったと。テンマは最初隠すの上手かったね人間への擬態が上手かったから。あー人間のふりをしていたんですね。そうサイコパスの方ってねそういうの上手ってやっぱ言いますから。確かに、うん、真実味を帯びてしまうというわけですね。いや本当にびっくりしたね